これビッグバンの写真ですね。ビッグバンの写真を撮ってみるとほとんどこのノッペラボでつまらないんですけど、はい、よく見るとちょっとまだらが、これが例えばその100メートルの深さの海だと思うと、はい、上にせいぜい1ミリの波が乗ってるぐらいしかない、はいはいはい、その5億わずかのこのまだらっていうのを、はい、実はダークマターが重力の力でさらに集めて成長させて、はい、でそれがいずれ銀河になり星になって我々になった、はい、これ我々の種なんですね。なるほど。だからまあそれを集めてくれたダークマターのことを私たちのお母さんと呼んでるんですけど、あお母さん、まあ、作って産んでくれたわけですよね。だけどもともとこの種を作った人っていうのも必要で、はい、それがインフレーションなんですね、はい、で宇宙が生まれた時っていうのは最初宇宙全体138億光年ある宇宙全体がこの手のひらの先に乗るぐらい小さかった、はい、実はその原子よりも小さい10のマイナス26乗センチくらいだと言われてます。でそれをブワーッと引っ張るというのがインフレーションと呼ばれている現象で、ブワーッと引っ張るときにちっちゃい宇宙なので量子力学が効いて、はい、物事が不確定性なんで揺らぐと、はい、でその揺らぎっていうのがこの若干のまだらになったと思われます。確率分布的な話、ってことですよね。だからもともとは量子力学の波がこういうふうに宇宙にまあ焼き付いて、でこれがさらに成長して我々になったと。でこれ私はあのこの私のお父さんというので、確かに、うん、お父さんが種をまいたのをダークマターのお母さんが集めてくれて我々が生まれた。宇宙物理学において今後アインシュタイン級の大発見はどんなテーマ領域でありそうですか。すごい質問が来てるんです。そうですね、はい、はい、こんばんは、ウィークリーお茶屋のお時間です。今日はみんなで宇宙のことを考えてみようというわけでぴったしのゲストにお越しいただきました森山仁先生です。どうぞ。どうも。あ、どうもどうも、こんばんは。あれこれ3年前ぐらいに一度ジャクさんがいる。そうですよね、お世話になっておりますというわけで、よろしくお願いいたします。はい、村山仁先生でございます。ででんと、というわけでプロフィールが出ますかね。出るかな。出た。はい、村山仁先生、宇宙物理学者で専門は素粒子論、宇宙論、1964年東京生まれ、東京大学大学院、理学系研究科博士課程修了91年で、2000年からカリフォルニア大学バークレー校の教授を、現職でも務められておりますが、2007年東京大学、国際高等研究所カプリ数物連携宇宙研究機構カプリ IPMU の初代機構長を18年まで務められておりまして、2019年から東京大学の、特別教授も、現職として兼任されておりますと。で、主な著書に宇宙はなぜ美しいのか、宇宙はなぜ何でできているのか、宇宙は本当に一つなのか、宇宙を作る実験など多くの本がありますと。どうもお越しいただきありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで皆さん、宇宙についてどのくらい知識レベルを揃えていこうということで、デンとスライドが出ますと、はい、宇宙の 95% は謎と。これ質量ベースですか、これって。エネルギーベースなんですね。あ、エネルギーベースで、はい、エネルギーベースで宇宙の 95% 謎というわけで、通常の物質、未知の物質、あとはダークマター、あとは正体不明のダークエネルギー、エネルギーベースで考えるとなんと 68% のものが一体何でどうなってるのかよくわからないということになっておりますと。まあ、ダークマターは電荷を持たす重さを持って安定であると。でダークエネルギーの方は宇宙の膨張を加速する元になる未知のエネルギーですが、どんなエネルギーでできているかはまだはあまりよく分かっていないと。これというのは近頃近年の研究でも分かっていない。まだ分かってません。まだ分かってない。なるほど。で 5% は通常の物質、皆さんが大好きな原子周期律法に入っているような物質だったりとか、理科で習ったり科学で習ったり物理で習ったりするような物質でございますと。というわけで今お持ちなのはこれは宇宙背景放射かなんか。はい、その通りです。これビッグバンの写真ですね、はい、うん、で宇宙は始まってから138億歳と言われているわけですけど、はい、まあ、頑張って138億光年向こうを見ると138億年向こうの宇宙が見えると、はい、であっちを見て、あ、ビッグバンやってるなってこう見えるのが例えばここだね。なるほど。あっちを見て、あ、ビッグバンやってるなって見えるのがここでと、うん、でその全ての方向にビッグバンが見えるのをこうビーチボールに書いたっていうのがあります。あ、まあ、地球は宇宙から見れば点みたいなもんなので、ね、だからまあこの中心にあると思ってもらって、はいはいはい、点から宇宙 の、 起こったことの反射を見てやると、そんな感じの形状をしていると、ちなみに赤道付近が強いのはどういう意味？これはですね、本当はビッグバンが見えてなくて邪魔なんですけど、はい、我々の銀河が光っちゃってるの で、 あ、なるほど、でこう照らされちゃってるのが見えてるんで、これ本当邪魔なんですよね。あ、じゃあ水平方向に随分放射するものが大きいっていうことなんですか。これもだから取り除かなきゃいけないんで、そういうのに AI 使ったりします。なるほど、なるほど。例えばだってこの前ブラックホールの観測、この前って言ってもう4年ぐらい前になるんですか、あれもディープラーニング使ったりとか、あと地球上の、あれは重力波を測る装置なんですか、あれは電波望遠鏡です。電波望遠鏡ってのは、で電波望遠鏡の位置が、ね、地球レベルに大きかったらそれは開口が広い、1個の望遠鏡として近似できるので、それで宇宙を測るというのはすごい壮大なプロジェクトがあったりして、大きいものは大きいほど解像度が良くなるんですよね、うん、はい、だから人間の目ってせいぜい視力 2.0 ですけど、はい、あれは確か視力300万ぐらい、300万、あ、それは随分そのぐらいいかないとこう
銀河の中心になるブラックホール見えないんで、分解能が特定できないと、というわけで、そうなんですよ。で、波の重ね合わせとか、あの素粒子を使って宇宙のことを分かっていくって、すごく僕は面白いトピックだと思って、今日は結構楽しみにしてまいりましたので、これもある意味で波の重ね合わせなんですよね。もともとちょっとこうまだらがあると、でビッグマン写真を撮ってみるとほとんどこののっぺらぼうでつまらないんですけど、はい、よーく見るとちょっとまだらがある、はい、まだらがあります、ね、でこのちょっとのまだらってのほんのちょっとで10万分の1ぐらいしかないんですよ、はい、だからあのこれが例えばその100メートルの深さの海だと思うと、はい、上にせいぜい1ミリの波が乗ってるぐらいしかない、はいはいはい、その5億わずかのこのまだらっていうのを、はい、実はダークマターが重力の力でさらに集めて成長させて、はい、でそれがいずれ銀河になり星になって我々になったと、うん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 、これ我々の種なんですね。なるほど、うん、それを発見したっていうのが私のバークレーの同僚のジョージ・スムートっていう人で、あー、なるほどね、この種をあるっていうことを見つけるまでにはすごい努力が必要だったんですね、うんうん、ってことは宇宙はほぼほぼまだ分かってないことでスカスカっていうか、あの、まあ、エネルギーは満ち溢れているけれど、まあ、そこに例えば星を集めてきたりとか物質を集めてきて、それを形作って例えば星を作ったり恒星を作ったりと、私たちの今我々知っている科学知識で得られる、例えば星の形だったりとか、うん、宇宙の形というのはそうやってそれ寄せ集められたそのわずかな点が将来その銀河になっていっていうことなんですよね、だからまあそれを集めてくれたダークマターのことを私たちのお母さんと呼んでるんですけど、あ、お母さん、まあ、作って産んでくれたわけですよね。なるほど、確かに。だけどもともとこの種を作った人っていうのも必要で、はい、それがインフレーションなんですね、はい、で宇宙が生まれた時っていうのは最初宇宙全体130、80億光年ある宇宙全体がこの手のひらの先に乗るぐらい小さかったと、はい、実はその原子よりも小さい10のマイナス26乗センチくらいだと言われてます、はい、でそれをブワーッと引っ張るというのがインフレーションと呼ばれている現象で、日本だと佐藤勝彦さんがその理論の提唱者の一つで有名ですけども、ブワーッと引っ張る時にちっちゃい宇宙なので量子力学が効いて、はい、物事が不確定性がないけど揺らぐと、はい、でその揺らぎっていうのがこの若干のまだらになったと思われてる、ね、確率分布的な話ってことですよね、だからもともとは量子力学の波がこういうふうに宇宙にまあ焼き付いて、でこれがさらに成長して我々になったと。なるほど、でこれは私はあのこの私のお父さんというので、確かに、うん、お父さんが種をまいたのをダークマターのお母さんが集めてくれて我々が生まれたと。あ、つまりもう一回やり直したら違う分布になっちゃうかもしれない、実際だからまあもう一回やり直すことはできないけども、宇宙の違うところを見るとそれぞれ統計的に違う形をしているけれども、はい、でも全体の統計分布を見ると同じであるっていうのが見えるわけなので、はいはいはい、同じその確率分布に基づいて違う宇宙の部分ができているということの証拠にもなっているんですよ、このボールが、ね、じゃあコンピューターの中で宇宙をシミュレーションと しようとすると何らかのシード値の1個がこの宇宙の形をしているっていう、そういうの1個1個のリアリゼーションって言ってて、はい、だから全くあの AI の世界と同じです、ね、はい、コンピューターサイエンスで我々が確率分布の話をしているのとすごく近いっていうお話ですよね。僕はちなみにあの宇宙の晴れ上がりとか、あのなんだろう、その宇宙原始宇宙の始まりの時のことを考えた時に、の宇宙が始まってから10の何兆秒ぐらいまでは分かってるんですか、まあ、直接ある意味で証拠があるのは、はい、宇宙が始まってから1分ぐらいのところですね。1分ぐらい、その時の何の証拠があるかっていうと、それまで宇宙はとにかく暑かったですから、はい、全てのものがバラバラだったと、はい、であの原子もバラバラで原子核もバラバラだった、うん、でその頃だから中性子と陽子がそれぞれ勝手にブイブイ動いてたわけですけども、はい、宇宙がだんだん大きくなってその3分ぐらいになってくると宇宙の温度がやっと、メガエレクトロンボルトだから10の4乗の10のざっと10の14乗度ぐらいまで下がってくるので、そうするとそこで漂っている中性子と陽子がこうくっつけ始めると、はい、でそれで水素から出発してヘリウムとかできたっていう、まあ、そうだと思われてるわけなんですけども、だからそうすると計算の結果3対1のはずだっていう形が出るんですね、はい、で実際現在の宇宙を観測して水素とヘリウムの量を測ってみると、はい、本当に3対1なんですよ、はい、だからその宇宙がまだ3分ぐらいの時の様子っていうのが現実の宇宙と合ってるので、まあ、そこまではちゃんと分かってると思ってます。なるほど。でもそれ以前の宇宙っていうのは今のところ直接の証拠はない。もちろん多分こうだろう、インフレーションで始まったんだろう、ある時にダークマターできたろうっていう、まあ、言われてはいるわけですけど、はい、直接捕まえてないんで、はあ、それはまだこれからの研究ってことですね。でぜひもう一つ、はい、あのお聞かせしたい音声があるんですけど、ぜひぜひめっちゃ聞きたいです、その宇宙 の映像を音声化したいっていうのは、あの私も音楽好きなんで、うん、ずっと思ったんですけど、はい、まあ、あの当たり前ですが、はい、NASA に先にやられてしまったと、はいはいはい、であの今日あの持ってきたのはですね、その最近あの宇宙 に、打ち上げられて観測始めたジェームス・ウェップ宇宙望遠鏡ってあるじゃないですか、はい、であの望遠鏡が撮った画像を、うん、NASA のエンジニアが音声化したっていう、はい、そういうもんで、あの、宇宙の崖出してもらえますか。で、うん、宇宙の崖だよ、崖で宇宙の崖って言ったら、はい、声音なんですよね。で音がまだ聞こえてない、
これ何やってるんだろう。オルゴールみたいに静かに鳴らしてるんですか。ちょっとどうやってこの音になったかっていうのは後で説明しますけど、はい、いい音ですね。この縦の棒線がこう動いてたっていうのは、はい、この横軸を時間にしてるわけですね、はい、で時間とともにこうスイープしてると。でこの上下の軸っていうのをこの音程で表していて、はいはい、で上の方 の, あの点は高いピッチ、はい、下の方の点は低いピッチに表していると、はい、でここメロディーには聞こえますけど、これまあ、それがあの崖のところの音程ですね。その崖のところのこのヘリのところ の, その位置を今のピッチでこう表現している。でこれ本当星雲ですから、これ塵なんですよね、はい、で塵があってその向こう側の星が隠れてるっていうのがこの、うん、あの色で見えてるわけですけども、はい、でそれをまあ無理やり音にしてやると。でもちろんインチがいろいろあって、そのヘリのところを表現しようと思うと本当は音程連続的に変わらなきゃいけないわけですけど、はい、そうすると多分人間が聞くと不快な音になっちゃうので、はい、無理やりこの西洋の平均率の12音階に、あ12音階に割ってるんだ、こう離散化してます、はい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 、だからちょっとインチキではあります。まあ確かに、まあでも生で聞いても結構面白そうな形はしてますけど、で多分エンジニアがすっごい苦労して、はい、この音程の幅をどんだけ取るかと、どのくらいの速さでスイープするかと、で一個一個の音に対してどういう練りを立ちするかっていうのをいろいろ試行錯誤して、まあ、結構良かったやつを選んだんだと思うんですけど、でもこうやってその、まあ、あの NASA の言うにはせっかくのこの素晴らしいその美しい画像を、うん、その目の見えない人、あの視力の弱い人、色盲の人、そういう人たちでも、はいはい、そのあのエンジョイできるようにっていうのは、はい、そういう目的で作ってるんだっていうことですね。なるほどな。でこういうのはそれこそあのアートに、ね、使えるんじゃないかと思うんですよね。まあ、僕だったら生音で使っちゃうだろうなちょっと思いながら見てたんだけど、いくつかまだあの質問があるのでもうちょっと聞いてみたいんですけど、宇宙物理学において今後アインシュタイン級の大発見はどんなテーマ領域でありそうですかっていうなんかすごいこと、すごいあれが質問が来てるんです。そうですね、はい、いやもちろん分かんないんですけどね、はい、でもその、あの謎はむしろはっきりしてる、来てるわけですよ、その宇宙の膨張加速してるだけで何なんだと、はいはい、そのあの実際に星や銀河を作る主役だった悪魔だ何なんだと、はい、そもそも宇宙物質があって反物質ないのはどうしてなんだと、はい、インフレーションというのは具体的に何が起こったんだと、はい、これは全然答えがないわけなん で,、はい、でもちろんそれを実験的に探索しつつそれを最終的には理論にして、うん、あのちゃんと定式化しなきゃいけないわけだから、そのどこにそういうすごいジャンプがあるかっていうのはやってみないと分からないですよね、はい、でアインシュタインだってその、まあ、子供の頃から考えたって言いましたけども、そのアインシュタインが出てくるちょっと前にマクセルの電磁気っていうのができたと、はい、で電磁気学とそれから昔からあったニュートンの力学っていうのは両方もうあったんだけど、うん、その整合性がないっていうことに気づいたのがアインシュタインの偉かったところで、はい、で問題が分かった瞬間に、まあ、彼はそれすぐ解くことに成功しちゃったわけですけども、はい、問題がまず分かるっていう一歩っていうのはすごい大事なわけですね。多分どの研究でも同じだと思いますけど、はい、課題が分からないと始められないですからね、でその問題がいくつか見えてきたっていうのが今の物理学の現実だと思うの で,、うん、はい、でここから絶対ブレイクスルー争いなんですよ。なるほどね、うん、だけどいやそれ起こってみないとそれが何だったのかってやっぱ分からない、ね、問題が分かった瞬間に解けているしかないかもしれないが問題が分からないからな大体の場合、ああおっしゃる通りだと思いますね。それはすごくよく最近感じるんですけど。そうですか。はい、なんかあの最近コンピューターを使って、うん、AI で要は研究をすると問題が分かれば解けるんですよ、うんうん、なんで問題が分かること自体が問題を解くことと結構近い。いやそうですよね、はい、なんか誰が言ったら言葉を知らないんですけど、いい問題を見つけた時はその問題はもう半分解けてるっていう、はいはい、なんか誰か言った言葉があるおっしゃる通りだと思います。本当そうだと思うんですけどね。すごくよく感じますね、うんうん、なんでなんかそればっかり問題を発見することがすごく大切な科学の在り方なような気が近頃はずっとしていて、多分今後その流れはもっと加速していくんだろうなと思うんですけれども、なんかもう AI の問題は AI が解いてるからもうなんかよくわからないですが宇宙という現象の中で地球は生物は持続可能な存在でしょうか。ああなんか可愛い質問で、いい質問です、うん、残念ながら持続可能じゃないことはむしろ逆に分かっちゃってるわけです、はいはい、つまりあのこれから約60億年後に太陽が寿命を終えて、はい、であのそうそうあのエネルギーをもう作れなくなるもんだから中心がぐしゃっと潰れると、はいはい、でその反動で表面がブワーッと大きくなって、うん、地球を飲み込むぐらい大きくなると、はい、でその時には飲み込まれるか飲み込まれないかこうギリギリぐらいなんですけども、はい、少なくともこれ迫り来る太陽の表面で地球は灼熱地獄になって、はい、まあ進むことはもうできないですよね、うん、
だまあ、あの地球温暖化でそれよりもはるかに 人類が滅びることの方がずっとありそうなことですけども、はい、少なくとも60億年後にはどっかに脱出しなきゃいけないっていうのはもうはっきりしてる。なるほど。いやよくなんか宇宙から人工的なメッセージが届こないかアンテナ使って測ってるじゃないですか、でも僕らから発してるアンテナってわかんない、テレビ番組だったりとかラジオ放送だったりとか、本当よくわかんない情報をひたすら流してるなと思うんですけど、いやそうですよね、まあ、でも それをキャッチした宇宙人はなんかどうも知的生命体がいるらしいっていうことぐらいはわかりますよね、はい、向こうはどんな情報であったとしても、はい、でよくあのドレイクの方程式とかいうのがあって、はいはいはい、宇宙人にある可能性がどんだけありますかと、はい、でこれからの宇宙観測で探査機や望遠鏡が次世代ではどのような観測技術が出てきそうですか。いろいろ面白い観測技術があるんですよ。例えばその宇宙が始まってしばらくの間はまだ星もできてない時代があったと、はい、で暗黒時代って言われてるんですね、はい、で星がなくて宇宙真っ暗だと、うん、星がないので望遠鏡でどう頑張っても見えないじゃないかと、はい、でも実は見る方法があるんですよね、うん、何よりかっていうとその何も星ができてなかった時代でもそのビッグバンの時にできた水素とヘリウムガスはさっきもうあったと話しましたけども、その水素ガスっていうのは光ってないんだけど、はい、電波は出す、はい、それを観測することができれば、うん、暗黒時代見える。でそうするとそのまだ星もできてない時の宇宙の姿の3次元マップができる。それはやっぱ強力で、はい、それができるようになったら本当にその先ほどのこのビーチボールの姿からこれが水素原子の分布にどう反映されていって、それがどうダークマターの力で集められていって、で本当に星ができる段階までいったかっていうと、まあ、歴史も終えるはずなんですよね。まだできてないです。ワープってどうなんですか、ね、ワープっていうのは原理的にはあり得るんですよ。